こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は、起業するときに皆さんが不安になるであろうお金周りの話。起業するといくらかかるの、大丈夫かな、皆さん不安になるのがお金の心配、おすすめの対策方法を動画で紹介します。私はオンラインサロンを運営していて、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、そちらの方も合わせてチェックの方お願いします。また自営業フリーランス向けに本も出版してますので、そちらの方もぜひチェックの方お願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容です。起業するとお金は一体いくらぐらい必要なの。誰もが起業するときに不安になるのはお金のことだと思います。その不安を少しでも軽減するための対策方法を本日動画で紹介していきたいと思います。本日の内容です。最初まずね、野望とはについて解説をしたいと思います。そして起業するときに一体いくら必要なのか、ここが皆さん気になるお金の不安だと思います。資産する必要がどうしてあるのかについて解説をして、具体的な資産方法を一つ紹介したいと思います。そして最後、まとめと次回予告について紹介をする、このような流れでいきますので、本日もよろしくお願いします。今回の内容なんですけど、このね、自営業フリーランス向けの本の第1章の9、10の問いについて動画で解説をしていきます。また次ね、この9、10が今回の動画のメインの内容になるんですけども、開業したらいくら必要なのか、どうやってお金に関してね、見積もったらいいのか、予想が全くつかない場合はどのように予想を立てていけばいいのか、具体的な方法を紹介したいと思います。こちらの本にね、載っている図を使って解説していきますので、もしね、もう少し内容気になるなとかとね、次のね、第2章、第3章先読みたいなっていう方は、ぜひ本の方をお買い求めいただければと思います。それでは早速野望について簡単に紹介をしていきます。はい、野望についてなんですけど、皆さんね、これ野望って聞くと、何のことなんだろうと思うかと思いますけど、これ実はね、この専門用語でして、野望っていうのは何のことかと言いますと、簡単に言うと、もうお店の名前なんですね。お店の名前って聞くと、皆さん、あ、なんだそんなことかと思うんですけども、この野望というものは、開業の時に野望を書いてください、まあオイル申請する時にも野望を書いてくださいっていう風に、結構野望というワードで出てきますので、もしね、書類を書く時に野望ってあったら、あ、自分のお店の名前のことなんだっていう風に理解していただければいいかと思います。そしてこの野望についてなんですけど、お店の名前、まあ看板となりますので、つける方が多いっていうのが事実です。野望をつけるとどういうことがいいかと言いますと、やはりね、看板にできる、名刺にできる、まあ、ホームページに、ね、記載できるということで、お店の名前、まあ、活動名があると覚えやすいですし、まあ、やりやすいということでつける方が圧倒的に多いです。でも中には個人名で活動される方もいますので、本名で活動するからお店の名前、野望はいりませんっていう方ももちろんいらっしゃいます。それはそちらで OK です。その場合は開業届の野望を書く欄、空欄にして提出してしまって OK ですので、そこは知っておくといいかもしれません。そしてこの野望、お店の名前、皆さんね、本当に悩みに悩んで、何がいいかなとかね、いろいろね、他のお店どういう名前つけてるんだろうと調べたりするんですけども、こちらの名前つけるときに気をつけておいてほしいポイントがあります。これはね、ビジネスにおいて気をつける点で、そのどうしてもね、その名前がいいって場合は、もちろんそれは個人の自由ですのでいいかと思うんですけど、ちょっとビジネス上の注意点を紹介していきたいと思います。気をつけるポイントなんですけど、覚えやすいことですね。あと読みやすいです。こだわりすぎてしまって読みにくいものになってしまったりすると、お客さんがこの会話同士であのお店行こうって時に、なかなか名前が出てこないとか、あれなんて読むんだろうっていう風な、ね、ことになってしまいますので、そういうことでね、ビジネスチャンスを逃すというのはもったいないかなっていう風に思います。ですので、やはり覚えやすいもの、読みやすいものというのがおすすめです。そして長すぎないですね。こってものすごくね、なんか英語とか、まあ、イタリア語とかなんかいろいろ皆さん調べたりするんですけど、あまり長すぎて読みにくいと、なかなか自分のお店の名前をね、会話で出てこないとか、あそこのあたりにあるあの白い建物みたいな風になってしまうともったいないですので、やはりこちら長すぎないというのが一つのポイントかと思います。そしてあとね、被らないことです。同じようなね、名前をね、皆さんやはりね、思いついていたりするので、近場にね、同じお店の名前がないかとかっていうのは、ちょっとね、最低限調べておいて、そこまで被らないものの方がいいかなっていう風に思います。そしてもう一つ、これは最近の特徴なんですけども、検索できるような名前がいいかと思います。皆さん大体 Google やインスタで事前に調べてきたりとか、あとはホームページを事前に見てから、まあ、ブログを見てから問い合わせをするっていうような流れが最近は当たり前というかね、鉄板になってきてますので、この検索ができるっていうのは一つのポイントかなと思います。要はやはり覚えやすいとか読みやすいものでないと検索ができなくなってしまいますので、まあ、なんかインスタで検索してみたけども見つからなかったなとか、 Google
それでね検索してみたけど見つからなかった、なんか呼び方が違ったのかなっていう風になってしまうとビジネスチャンスをね逃すことになったりもったいないことになりますので、そういう点ビジネスの視点からも屋号お店の名前というのはつけるのがおすすめです。ではね、この後からね問い10のお金についてのね話をしていこうと思います。やはり起業するといくらかかるのって言ってね漠然とずっとね不安に思ってても話は前に進みませんので、お金の不安なんですけどシミュレーションをして予測をすることが大事です。この予測をすることで何をしているかというと、感覚、要は自分の感覚と現実のギャップを埋める作業、またはギャップがあるということを認識する作業というのがまず一つ大事なことなんです。そしてこのお金の不安を解消するためにね試算するといいですよって言ってるんですけど、この試算が実はこの予測が合っているどうかっていうのはあまり問題じゃないんですよ。大体の方ね起業した後に同じ内容に数字がなるかっていうとそんなことは全くありません。大概予想外のことがあったり、最初考えていたものと方向性が変わってきたりとか、様子を見ているとどうやらこっち方向じゃないよっていうことで価値を切ったりっていうようなことが多々ありますので、この予測が合っているか答えを合わせなきゃいけないっていうのは問題ではありません。このやるということが重要だというのがポイントです。そしてこのね予測が合ってるかどうかより見るポイントが3つあります。1つ目は目安や目標値の数字のラインを見る練習をするということです。実際に自分が立てたものによって目安や目標値の数字のライン、ボーダーラインというものを決めていくということが大事なことになってきます。そしてこの予測をすることによって合ってるかどうかよりも経営目線を養う第一歩となります。3つ目最後なんですけど、この予測によって数字でビジネスを見る癖をつけます。この3つの点が大事なんですね。なので予測は間違っていてもいいです。自分が今思っている考えている予測で大丈夫ですので、とりあえず立ててみるということが第一歩になります。そして数字を見る癖をどうしてつけるといいのかと言いますと、ビジネスって客観的に表現するものっていうのがないんですよね。自分のビジネスがうまくいってるのかうまくいってないのか第三者に説明するときに唯一できるものっていうのは数字しかないんですね。本人がねなんとなく儲かってるかなと思っていても実際は違うかもしれませんし、この客観的に見れるものっていうのは数字だけになりますので、この予測をすることでお金の不安を少しでも減らして、またあとは数字で見る、または数字で見せるという癖をつけることが大事になってきます。じゃあ具体的にね、そうはいえこの予測どうやってやればいいのかという方法をね具体的に次のスライドで解説したいと思います。はい、計算方法、要はね予測試算の方法についてです。この図、私のね書いた本の中から持ってきているものなんですけど、このねシミュレーション表というものがありますので、こちらをねこう参考に自分用にアレンジしていただければなというふうに思います。起業して1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目というふうにね今回の場合はこの図表作ってますけど、ここはね自分でアレンジしていただいても構いません。もっとね4ヶ月目、5ヶ月目とか半年後みたいに作っていただいてもいいですし、まあ、とりあえずね1ヶ月目だけでもいいので作ることをお勧めします。例えば皆さんはね仕入れがある場合には仕入れをするためにね一体いくらぐらい1ヶ月かかるのかっていう予測を立ててください。こちら予測ですので合ってなくても大丈夫です。実際に自分がこう店をオープンしたとして仕入れをする、もしくはね必要な商品を作るためにどれくらいかかるのだろうか、今までのね、まあ、過去のデータとか、まあ、過去の仕入れ具合をちょっとね参考にしていただいて、なんとなくでいいですので5万円なら5万円とか、またね材料がある方はね仕入れの材料を分けるっていうのも OK です。こちら一緒にしてしまってもいいです。この辺はね他のものね仕入れ分けたい方は細かく分けていただいても構いません。この辺りは自分の表、あった表というのがあるかと思いますので追加なりしてねアレンジしていけばいいと思います。そしてまたこちら人件費を例えに挙げてますけど、スタッフ雇う方は従業員の給料が1ヶ月でいくらぐらい支払う予定なのか、月20万円なのか30万円なのか、またねこちらアルバイト見る方はアルバイトというふうに追加していただいて埋めていっていただけると予測ができるかと思います。そして次に販売費、一般管理費っていうのはちょっと難しい用語になってますけど、ここは経費のことになります。どういうものが該当するかと言いますと、旅費や交通費、まああとね家賃借りるって方、家賃やリース費などなど1ヶ月にかかる目安、まあね起業前になりますとだいたい毎月の家賃って出ますよね。こちらの店舗に決めました、この次の店舗が8万円ですとか、まあ、15万円ですっていうふうに分かると思いますので、このように経費の予測を立てていってください。そしてね1ヶ月に一体いくらなのかを埋めていってください。で、ね、保険に入る場合あるかと思います。火災保険に入るとか、またね毎月毎月払っていくものあるかと思いますので、仕事で関わる保険料が一体1ヶ月にいくらぐらいなのか
っていうのを記入していただいて、あとは水道光熱費っていうのはね、ほとんどの方がかかってくるじゃないかと思います。電気、ガス、水道がどれくらい1ヶ月にかかりそうかなっていうのを皆さんに参考に出してみてもらって、合計の金額を記入していってください。まあ、例えば水道光熱費の電気代でしたら、今ね電気代が1万円ぐらいなのかなとかね、生活している電気代と同じぐらいなのか、それとももっとかかりそうなのかとかね、なんとなくの予測でもいいので、2万円なら2万円というふうにしていただいて計算をしてみるといいかと思います。そして次ね、消耗品や事務用品、まあ細々したものを買うの月いくらぐらいかかるかなということを予測してください。まあ、例えば次2万円ぐらいだなとか、次5万円ぐらいはかかるかなというふうに記入をしていくと埋めていけるかと思います。また広告宣伝費や販促費ですね、こちらはチラシを作ったり名刺を作ったり看板を作ったりとかね、いろいろあるかと思うんですけど、この広告宣伝費、最初ねどっかに載せようと思ってるのは、それはね金額を入れればいいかなというふうに思います。で、今ねここに上がっている以外のものもね、たくさん費用ってあるかと思います。これはね各おのおの業種によって違ってきたり、また職種によって違ってきてますので、自分が合うもの、もしくはね追加等々していただいてアレンジしていただければいいかなと思います。とにかく大事なことは、この1ヶ月で一体自分は経費がいくらぐらいかかりそうなのかっていうのを合計を出すという作業が とても大事になってきます。で、この表を埋めていくと、大体1ヶ月いくらかかるのかっていう計算が出たとします。例えばね、ここが全部合わせたら50万円でしたと。そうなったら、私の自分のビジネスは1ヶ月50万円毎月経費が出ていくのかということになるわけです。ということは、経費を支払うためには、この経費っていうのはペイしないといけないですね。支払っていかなければいけない。ということは、1ヶ月最低私は売上を50万円上げておかないと経費を払えないということですね。で、この経費を払えるっていうのがビジネスの大前提になります。もう最低ラインのギリギリですよね。これが払えないとなりますと、あっという間に赤字になりますし、ギリギリラインでも利益儲けが出ないことになりますので、それも問題です。なので、経費を支払うための1ヶ月のギリギリのラインというのを大体予測して知っておく、まあ、要は計算する練習をするっていう意味で、この予測試算が必要だよ、大事だよっていうことになります。そして例えばここで1日50万円と出た、そして経費を支払うためには1ヶ月50万円必要だと、ということは1ヶ月の今ね目標値が出たってことですよね。そうすると1日の目標額が出ると思うんです。例えばね、1ヶ月50万円必要だったら、1日の目標額っていうのは、例えばね、まあ、土日休んで1ヶ月の営業日数が20日だとしますよね。そうすると2万5000円1日稼がないと、要は2万5000円の売り上げを上げないと自分は経費がペイできないなというシミュレーションができたということになります。で、この2万5000円では経費しかペイできないので、じゃあもう少し自分の利益を残すためには、またね何か困った時の、ね、ためにね、お金っていうのはプールどんどんしていかないといけないことになるので、ギリギリラインが今でしたら2万5000円と出るわけです。それ以上に、じゃあ1日の目標額、経費ペイするだけではなく残すために1日じゃあ5万円にしようというふうに、1日の目標額を大体でいいので、この設定するっていうことが大事なんですね。で、その例えば設定した目標額の5万円にね、その当日実際起業スタートしてもね、行ったとしても、まあ、行ったら嬉しいですしね、すぐその、ね、目標を達成できたら嬉しいんですけど、なかなかね足らなかったっていうケースは、まあ、ね日によってやっぱ波が出てくるんですけど、まあ、そういうものですので、そこはそこまでね反省しなくていいんですけど、最低限スタートしてね、この経費をペイできるぐらいは頑張らないといけないということになります。もう一つね、1日の目標額を決めました。そうするとさらにもう一つ細かい設定ができるわけです。1日の目標額が、まあ、2万5000円だとねギリギリのラインですので、例えばね5万円にした場合、じゃあ自分のお店、まあ、例えばカフェだったとしますよね。来店が何組来て、客単価がいくらだったらこの売上の5万円に行けるのだろうかっていうようなことを考えるようにしないとビジネスはうまくいきません。なのでこの5万円を1日売上を上げるためには、どんなメニューで、例えばね一組来た時の落としていってくれる、まあ、客単価と呼ばれるものですね、落としてくれるお金はいくらぐらいで、じゃあ何組それが来れば1日5万円の売り上げに行くのかということから、メニューの種類、また金額設定という風なのを決めていくっていうことになるかと思います。一番ねまずいケースとしては、もしかしたらなんとなくでねビジネスをしてしまって、よく考えたら1日に来客のこの売上目標が50組来ないと、売上要はねこのペイもできないし利益も出ないっていう風な風になってしまうと、要は無理なゲームになるわけですよ。そんな1日に50組をそもそもキャパ入るようなお店でもない大きさ、もしくはそんなに来客が来ないようなところにあるとか、まあねその職種やねビジネスの方法によっていろいろね、50組が余裕で来るビジネスもあれば、50組は物理的に無理だよねっていうパターンなどあると思うので、そこはね自分のビジネスに当てはめていただいて、要は無理なゲームじゃないというか、無理な目標額にならないように、いやそもそもこの値段のこの
メニューでビジネスをしていたら、これ1日の目標が行くわけないよねみたいなものでスタートをしてしまうと怖いので、それを潰す、要はなくすためにこの資産が大事ということです。そして先ほどね、3つポイント大事なとこありますよって言ったんですけど、この目安と目標額の数字のラインを決める、そしてこの表によって経営目線を養うことができます。そしてこの数字で見るという癖、初めてねビジネスをする方、やっぱりその稼ぐとかこの数字で見る癖がないっていう方が多いですので、ここはしっかりとね一度シミュレーションをしておくと、後々あこういうことかっていうふうに自分が助かると思います。そしてね、最初に立てたシミュレーションをね半年後ぐらいに見てください。きっと笑っちゃうと思います。よく自分こんな目標を立てたな。でもそれはそれでいいんです。成長している証になります。そしてビジネスっていうのは、せっかくしたいことができた、自分の大事なお店を持ったとしても経費をペイして儲けを出さないと継続することができないんですね。なんかお客さんにこういうサービスあったらいいなとかね、お客さんを笑顔にしたいなと思ってせっかく始めたビジネスも、やはり利益、儲けが出ないと継続をすることができなくて、その方たちのお役に立つことはできないわけです。ですのでしっかりと数字の方は抑えてビジネスをスタートしましょう。そしてね、最初やはり立てたものね、合ってるわけないし、その通りに行くわけがね、人生ありませんので、ここでズレを修正して、トライアンドエラーをすることがビジネスはとても大事です。実際に1ヶ月、2ヶ月回してみて、そうするともっと具体的に数字が出てくると思うんです。仕入れってもっとかかるなとか、あ、意外と水道光熱安かった。いや、逆にめちゃくちゃ電気代が思っていたより高かったっていうふうなこと、ケースが出てくるかと思います。そうすると、そのズレを修正して、また新しい数字の予測を作っていくわけです。そうするとだんだんとズレが修正されていって、まあ、要はねお店を実際に回してみてトライアンドエラーをしてズレを修正していくと、だんだん自分のビジネスの予測ができるようになりますし、より具体的な1ヶ月の目標額、より具体的な1日の目標額というのを出すことができます。これがビジネスを経営するという大事な目線になりますので、皆さんね、起業するとお金いくらかかるのかなって言って不安に思ってないね、一度ね騙されたと思って、簡単なものでいいので、このシミュレーション表というのを作ることを絶対的におすすめをいたします。はい、というわけで次回予告です。こちらいつもね本の紹介と一般的な動画と各週によって紹介してるんですけど、次のねこの本の中からのね9-11を取り上げます。意外と皆さん分かってるようで分かってないような領収書、どうやって作成するのかについて解説をしたいと思います。またね、いろんな書類のひな形というのをね、起業するとね全部自分の方で作っていかないといけなくなりますので、ちょっとね基本を押さえていただける動画になるんではないかなとは思いますけども、ぜひ次回の動画もご覧になってください。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目が税理士に質問や相談をオンラインですることができること、こちら Facebook の非公開グループで運営をしています。そして2つ目のメリットはサロンズームを定期的に開催しているので、 Zoom 上でね私と定期的に質問や相談ができたり、またサロンメンバーさん、いろんな業種の方いて、今100名ぐらいメンバーさんいますので、いろんな業種の情報が入手できるっていうのでとても好評です。そして3つ目なんですけど、税理士の裏側をオンラインサロンでは公開しています。どういうこと考えてビジネスをしてるのかとか、 YouTube や TikTok の裏側、 SNS の集客方法、新しい税金や経理情報などなど、オンラインサロンのみに投げてますので、気になる方は概要欄から飛べるようになってますので、 URL をクリックしてみてください。参加の方お待ちしています。チャンネル登録の方よろしくお願いします。私は自営業やフリーランス向けに役立つ情報を動画として YouTube に上げていきます。いいねボタン、高評価ボタン、感想、コメントいただけると大変励みになりますので、ぜひ皆さんコメントの方よろしくお願いします。また本も出版してますので、こちらの方よろしくお願いします。個人事業フリーランス向け、 Amazon や楽天ブックスで購入が可能です。 Kindle 版もあります。またね、大きい書店ですとね、置いてある書店さんあると思うので、ぜひ皆さんねそちらの方探してみてご購入ください。そして Amazonしていただけると大変嬉しいですので、ぜひよろしくお願いします。他 SNS としてはインスタグラムのフォロワーが 1.5 万人、 Twitter もやってますし、 TikTok もやってます。 TikTok はフォロワーログは2000人になってますので、ね、でこちら SNS も URL から飛べるようになってますので、気になる方はぜひクリックの方してフォローの方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。本日はね、お金に、ね、関するやはりね漠然とした不安皆さん持ってるかと思いますので、少しでも軽減できる具体的な方法を紹介いたしました。何かね参考になれば幸いです。それでは税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。